チーズとピクルスのサンドイッチは、イギリスのサンドイッチである。チーズとチャツネのサンドイッチ、または、プラウマンズランチに似ていることから、プラウマンズサンドイッチとしても知られている。その名の通り、スライスチーズ、または、粉チーズとピクルスを2枚のパンに挟んで作られる。パンの内側にはバター、またはマーガリンを塗り、レタスやルッコラといったサラダの具材を入れる場合もある。 ドイツのディスカウントストアチェーンのアルディによる非公式の世論調査ではイギリス人に最も好まれているとの回答結果が判明した。ジェイミー・オリバー、アントニー・ウォーラル、トンプソン、ヘアリー・バイカーズといった有名シェフがサンドイッチの独自レシピを開発している。オリバーはサンドイッチの人気がチーズのクランチと滑らかで柔らかいチーズが完璧に保管し合い。 ピクルスの酸味とチーズの豊かさが調和していることに、起因すると主張している。ありがとうございます。